今日はどこの温泉に委ねよっかな。やってきたのは常磐自動車道奈良波スマートインターチェンジから車で5分ちょっとの天神岬温泉。海の近くらしいけど楽しみだな。今日はほんと天気いいな。温泉の前にちょっと寄り道しちゃおっと。綺麗な公園、天神岬スポーツ公園っていうらしいよ。少し散歩してみようっと。滑り台とか懐かしいな。あ、海。展望台に登ってみようっと。久しぶりに見たな海。最後に見たのいつだろう。なんかエモい。公園と同じ敷地内にある潮風荘、お邪魔します。へー、中はこんな感じなんだ。あ、お土産コーナーだ。干し芋。確か奈良浜町ってさつまいもの産地を目指しているって最近ニュースで見たな。お土産に買って帰ろう。温泉温泉。日帰り入浴お願いしたいんですが。ありがとうございます。ご入浴のみですとお一人様が700円、プラス500円していただくと1日ご利用できる休憩入浴の、1200円がございます。へえ。浴室の方が後ろの階段上がっていただいて右奥になってます。ごゆっくりどうぞ。ありがとうございます。あっちがお風呂場で、こっちは大広間。どれどれ。うわー、広いなー。何畳あるんだろう。温泉入った後に時間を気にせずゆっくりするのもいいよね。じゃあ温泉に向かいますか。階段を上って、あ、こっちか。最近仕事が忙しくて休みの日は家でバタンキュー。どこにも出かけてなかったな。だから今日は思いっきり温泉に癒されよっと。うん、ここでもゆっくりできそう。潮風荘には2つお風呂があって、一日ごとに男湯と女湯が入れ替わるんだって。私が入るのはどんなお風呂だろう。日帰り温泉どんな感じなんだろう。ドキドキ。
はサラサラしてる。疲れた肌になじませよう。癒されるな。次は露天風呂。わー、海が見える。わー、すごい。海から吹く風が気持ちいい。露天風呂はヒノキか。はあ、水平線を見ながらお湯に浸かるって贅沢な時間だな。畳で休めるなんて珍しいよね。ほてった体に潮風が心地いい。こっちには壺湯があるんだ。入っちゃおう。壺湯って温泉独り占めって感じがいいかも。余計なことを考えず温泉にただ委ねて、また来よっと。これで元気もりもり。明日から大丈夫。今日もいい湯に委ねました。